皆さんこんにちは、こんばんは、便秘ピゼロイチです。今回は、恋わずらいが発売されたので、そちらの開封動画を撮っていきたいと思います。で、今回は撮り直したりとかができないので、まあ一発って感じになっちゃうので、すごくねぐだってしまうと思うんですけど、よければ最後までご覧ください。今回はこんな感じで3形態出ていて、改造で初回 B を予約したので、まあ、4枚ありますね。で、こちらはちょっと開封をしてしまったので、まあ、後で紹介します。それでは初回 A から開封していこうと思います。初回 B 開けるときにすんごい開けにくくて、ちょっとここだけ優しくめくりました。おお。よいしょ。ちょっと袋は開けますね。こんな感じでかぐや様のが塗ってますね。はい、帯がこんな感じになります。これ誰なんだろう。あ、ジンですね。この肩肩のところ、よいしょ。ちょっと反射が怖いんですけど、ジャケットがこんな感じになってます。ちょっと見にくいですよね。反射すごくて申し訳ないです。で、裏面がこんな感じはい、もうめちゃめちゃかっこいいです。なんか写真も出てたんですけど、公式写真、よいしょ。本当にレン君美人よくてびっくりしました。はい、これが歌詞カードかな。こっちで見せたら良かったですね。って絶対今回下りますよね。本当に申し訳ないです。なんか今までとはちょっと違うパッケージ、なんかすごいおしゃれなんていうのかな、元気な感じのパッケージではい、すごいね、可愛いですね。赤で真っ赤っかで、こちらが CD ですね。よいしょ。で、こっちが DVD になります。ミュージックビデオと、恋わずらいのミュージックビデオと恋わずらいのメイキングですね。はい、こんな感じですちょっと袋に入れたいと思います。はい、こちらが初回 A になります。で、初回 A の特典がこちらの、何サイズだっけな、 B6 かな、のポストカードになってます。はい、衣装が違くて、こっちの方が私的に衣装は好きかなと思います。なんかレン君手を組んでたり、すごい可愛いです。可愛い、かっこいいです。はい、こんな感じです。次に初回限定版 B を開封していきたいと思います。はい、こちらはアナザージャケットが5人分入ってるってことで、はい、すごいね、めちゃめちゃアナザージャケットかっこよくて楽しみにしてたんですけども、開封していきます。開けれるかな。すごい反射がしそうで怖いんですけどちょっと怖い。こちら袋は開けますね。で、帯がこんな感じになってます。よいしょ。で、ジャケットがこんな感じですね。衣装くんが前に出てるタイプになってます。で、裏がみんな花束持ってて、黒の衣装でね、めちゃめちゃかっこいいです。さっきも言ったんですけど、私的に黒の衣装の方が好きですね。で、CD が恋わずらいとスマイリングフォーエバーで、 DVD が恋わずらいのミュージックビデオダンスバージョンと、キング&プリンス即興劇ラブレターが書けないですね。で、スマイリングフォーエバーってなんていう意味だっけ。
ずっと笑顔でとか、そんな感じかな。ちょっと間違ってたら本当に申し訳ないんですけど、多分そんな感じだと思います。いいですよね、なんか曲名も。あ、これ撮るの苦手だ、出てこない出てこない。行けました、よいしょ。ちょっと本当にぐだってて申し訳ないです。はい、これが翔くんですね。で、翔くんのは裏面にも載ってたりとかなんか岸くんすごい一人だけこんな感じで、あとは歌詞が載ってます。で、蓮くんですめっちゃかっこいい、本当に花束を渡してる感じ。ちょっとなんかふわってしてたり、めっちゃかっこいいですね。なんかこの一人一人後ろのメンバーもポーズが違うのがいいなって思います。かっこいい。かいちゃんかわいいですね、なんか花束抱きしめてる感じが。あげないよみたいなあげないよって感じがかわいいです。はい、こんな感じですね。で、こちらをちょっと交換をね、探そうと思ってるんですけど、2つ買ったので2枚交換に出せるんですけど、レン君と交換してくださる方いらっしゃいましたら、あのツイッターかインスタかどちらか飛んできてくださればなと思います。で、交換決まったのが翔君とカイちゃんが決まってるので、キシ君とジン君交換できる方いたらお願いします。はい、で CD ですね、赤で。さっきは星だったんですけど見えてなかったさっきは星だったんですけど、初回 B は唇になってます。で、 DVD が白に赤の唇っていう感じですね。はい、なんか今までにない感じのデザインで、やっぱり可愛いなって思います。で、こちらの初回 B の特典がこんな感じのステッカーですね。これは結構毎回、今までのシングル全部ついてるのかな、毎回ついてきてると思うんですけど、なんかこう見たらすごい派手な感じになってます。かっこいい、レン君本当にはい、こんな感じです。もう一つ会場で予約をしたので、よいしょ、こちら初回 B が2枚あります。で、その会場特典なんですけど、こんな感じのブロックメモみたいな感じになってて、メモ帳自体は King&Prince って入っている感じですね。これは会場にも予約のところに置いてあったので、こんな感じなんだなってのは分かってたんですけど、はいこんな感じのちっちゃいメモ帳ですね。結構ちっちゃめですね。はい、こちらが届きました。最後に通常版を紹介していきたいと思います。かっこいいあー、めっちゃこのレン君かっこいいですね。あ、反射しそう。なんかやっぱレン君笑顔がね、好きなんですよ。いや、全部横顔とかももちろんかっこいいんですけど、笑顔がね、特にかわいいし、かっこいいしって感じですよね。ちょっと開かない、なんでなんで。学校始まっちゃったので爪とか切っちゃってめくれないよ。はい、取れました開けていきます。よいしょ。なんかあんまりこういうの破りたくないんですよねわかる方いるかな。でこーい、あ、出てこない、なんでなんで。よし、開きました、やっと帯がこんな感じになってます。はい、ではでは
ちゃかっこいい反射が怖すぎるんですけど、ちょっと下からアングルで申し訳ないです。こんな感じです。リンクやっぱ後ろですよね。裏面めっちゃかっこいいですね。よいしょ。あ、紹介してなかった。 CD が恋煩いと君は綺麗だとオーマイガールになってます。よいしょ。おーめっちゃかっこいい。かっこいい。なんかレン君身長伸びたのかなそんなことないのかな。歌詞カードがこんな感じになってます。なんかちょっと後ろの方がなんていうのかな、ちょっと大理石っぽい感じになってて、はいおしゃれです。さすがです。で、今回は CD ちょっと横になってる、こんな感じでハートになってますね。ハート、ん?星と唇とハートかな。すごい可愛いですよね。本当に可愛い今回の CD。 はい、こんな感じです。ちょっと袋に入れます。おあー、反射が怖いはい、ということでこんな感じか。あと特典がこちらの A4 のクリアポスターですね。なんか今まで A3 サイズだったのかな、すごく大きくて収納にねめちゃめちゃ困ってたので、まあ保管しやすいサイズにはなったかなとは思います。はい結構みんな笑ってない感じですねはい、こんな感じで、こんな感じです。ちょっとすごい今回グダグダすぎてもうめちゃめちゃ申し訳ないんですけども、はい、恋煩いの開封を今回はしました。ちょっと次うち室のブルーレイ予約してるので、まあそれが届いたら開封とかねちょっと撮ってみたいなとは思ってたんですけど、ちょっとこの動画があんまり好評じゃなかったら普通に購入したってのを紹介するだけにしようかなと思います。はい、なんでちょっとよければねコメント欄になんかどうだったか書いてくだされば嬉しいです。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。で、次の動画は8月中にあげるんですけど、ファイル紹介をパート1って感じで撮りたいと思います。公式写真の紹介を先に撮りたかったんですけど、新写真とかも全部買ってから紹介したいなって思ってたので、なんかあんまりそうお金をね他に使うことがあったので買えてないので、まあ、そちらを買ってから次公式写真はね紹介したいと思います。本当にリクエストいただいててすごいお待たせしてしまってるんですけども申し訳ないです。はい、ということで、まあ、今回の動画はこれで終わりたいと思います。すごいグダグダになってしまって申し訳ないです。最後までご視聴いただきありがとうございました。